はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今日はコラボで、2回目のコラボでございます。ちゃちゃさんです。ちゃちゃです。こんにちは、こんばんは、はじめまして。かわいい。2回目。はい、2回目。どれくらいぶりですかね。とりあえず1年以上経ってる、経ってるかな、ね、一度きっと、うん、ちょっとあの過去のもねあるので、よかったら見てください。今回はですね、多分2本ずつぐらいあると思うんですけど、今私がすっぴんでいるのは、ちゃちゃさんの、コスメを使って、まあ、一部私のも入るかもしれないんですけど、はい、メイクをしてもらうために私はすっぴんでいるんですけども、いつものあんな感じのメイクとは違うので、そこもお楽しみいただけると思います。どうなるかな。で、私最近コラボ続きで愛さんとのねコラボを、ね、もうほら、うん、彼女はプロじゃないですか。私はド素人だからね。いやいやいや、まああのほら、この通りちゃちゃさんのこのメイク、濃いメイクしてもらえるので、今までの私感じとは違うと思うので、そこは楽しんでいただけるんじゃないかと、うん、もしかしたら笑えるようなものができたかもしれない。いやいやいや、こうもう唇からこうリップがこんななってるから、あるかもしれないけど、ちゃちゃさんが自分のチャンネルでねやってるようなメイクをしていただけると思うので、ちゃちゃさんのチャンネルをね概要欄の方にも貼り付けておきますので、よろしくお願いします。よかったら両方のチャンネルを見てほしいと思います。それではスタート。はい、ちゃちゃさんがこれからねやっていただくので。キーちゃん、スキンケアしてる？あ、今してスキンケアをした状態なんですけど、したら、うん、毛穴は気になりますか？毛穴気になります。テカリは気になりますか？テカリも気になります。別に何でもいいので、はい、皮脂のテカリを取る、うん、この T ゾーンのとこだけ塗っておきますね、はい、私は何でも一回一回ティッシュオフします。ここがもう違う。あら、余分についてるとさ無駄じゃない？確かに。セザンヌの、あ、これいいよね。ね、うん、このお鼻ね、うん、どうしてもお鼻とさこの辺がさ、うん、毛穴がねどうしても目立ってくる。そう、40代たるみ毛穴っていうやつがね。そうそうそう、ほんとね、40代50代の方悩みだよ ね。でも厚く塗りするとさ、うん、今度はさ毛穴にさファンデーションが落ちちゃうじゃない。確かに。どうしてもねプライマーが必要になるよね、うん、力加減が分かんないね人の顔って。もう全然ガンガンやったらさ、うん、痛いかもしれない。いつも通りで。ほんと？はい、全然いいで。次ディオールのディオールプライマー使います。これね結構肌が綺麗に仕上がるから好きだ。そう、でも香り嫌いな人はダメだよね。ああ、でもこれさ私の手でさ、うん、キーちゃんの顔が見えない？いやー、なんか人に最近メイクをしてもらうことが多いんですけど、やっぱ自分にがしてるメイクってもうワンパターンだから、人にやってもらうとやっぱ違う自分が見える感じがして。まあね、自分が使わないような色とかね、うん、うん、そうそう使うもんね。あと自分が使ってないコスメね。そうそうそう、やっぱあのプロの方にやってもらう機会は私はあるので、うん、そこもねまたいいね、いいですね、いいですね。ちょっと手でなじませますね。あ、手あったかあったかかった？あったかい。やっぱ肌質もね違うからね、うん、キーちゃんの方が張りがある。私の方がね多分ね肌が柔らかい。ケアの仕方とかあと年齢もいろいろありますよね。ね、うん、あと生まれ持ったものもね。そうそう、違うしね。遺伝とか。キーちゃんにファンデーションを貸していただきましょう。じゃあマック使って、私も持ってるの。あ、マック使っていきましょう。なんか濃そうに見えるけどね。濃そう。じゃあちょっと伸ばしていくね、うん、でも私ファンコンシーラーさ基本的にしないからさ。あ、コンシーラーもねなんかいいのがあればって感じ。コンシーラー、うん、ディオールいいけど、うん、お値段が優しくないよ、ね、あ、でも使い切らないからさ私、うん、コンシーラーを、うん、アイさんはねコンシーラー伸ばしてやってたから、私それがすごく斬新で。下地でコンシーラーだけの人とか結構いるよね。ね、いるけど私クッションばっかりだから。まあ、クッションはね、うん、ちょっとだけわかる気がするけど楽だから。楽。なんか毎日さお化粧するとさ、うん、結構早めになくなるなーと。リキッドのファンデーションだとさ一瓶買うとさ、うん、結構持つじゃないですか。
あ、確かに。じゃあこうやって鼻の下見えって言って、うん、鼻の中にちょっとだけファンデーション入れてあげるとね、うん、お鼻がね、うん、の穴がねちょっと見えなくなってね、そうするとね、うん、お鼻がねなんか忘れ花に近づく。知ってました皆さん。で、あ、でもなんかツヤは、私は隠さないけど聞いちゃいいのかな、隠す、あ、あどちらでも一応少しだけ隠そっか、うん、はい、このケセランパサラ懐かしくなってさ、懐かしらないだって言えてなかったケセランパサラン、ケサパサあったよね、懐かしい、今もあるけど、あ、あるんだ、うん、売ってはいるけど久しぶりに聞いた、もらって、うん、使ってみたら使いやすかったから、あ、自分ではねたまに使うの、多分今の若い人は知らないだろうな、そう昔は結構ね、うん、プラザみたいなことも言ってたよね、あ、でも私もちょっとそのやつ時代があれかもしれない、あんまわからない名前しか知らないかも、私が多分疎かっただけかもしれないし、綺麗、あんまりねがっつり隠すとさ、ほんとさあれに見えるでしょ、あの厚化粧に、あ、確かに、で、うん、私はポンポンのせます、あのファンデーションがさ、こう横にこうグッてやると剥がれちゃうからさ、うん、あ、確かに見るかも、こうやってる、私はね、うん、私はここにも、あ、普通の人はあんま入れないんだけど、キッチャーは顎が尖ってるから、顎先は入れなくていいね、あ、私はここが出てないから、うん、キッチャーみたいにここに入れるんだけど、へえ、トントンしましょうね、こうやって人にメイクしていただくとメイク術をね知れて勉強になりますね、なんかあのマリリンさんとかも人にメイクしてるのを、うん、あ、してるね、マリリンさん上手だもんね、見てるとすごいなって思いながら、私もすごいなと思いながら見てます私もほら人にメイクすることなんてほぼほぼないからね、あんま普通はないよね、うん、真ん中でいいよ、真ん中行ったり来たりするかは、あ、じゃあ真ん中にいます、年齢的にさ、うん、私たちここ引っ込んでくると老けて見えるのね、うん、低い位置に暗い色が来るとさ、うん、お顔下がって見えるからさ、うん、ちょっと頬骨あたりから入れましょう、うんうん、ね、こんな感じで、はい、こんな感じで影のベースができたので、はい、次パウダー、パウダー、これはフェンティービューティーってところのパウダーですね、フェンティービューティー、そう、海外に、日本では買いづらいけど、うん、質はいいよ、外資だからね、うん、匂いはあるね、で、うん、抑えていきます、私は全体的に一回マットにするから、うん、基本的にはちょっとマットになるように、キちゃん上向いてもらっていい、はい、違う、目を、ああ、すごい柔らかい、あ、てかサラサラ、そう、すごいサラサラしてて、あとなんかバニラ、ココナッツ、うん、甘い香りがするね、甘い香りがします、海外系ってそういうの多いよね、多いね、うん、できたので、私はお顔の大きい部分から仕上げたいので、キャンメイク、キャンメイク、キッチャーそんなにさ、うん、おでこが広いわけじゃないけど、ここに入れてさ、うん、あのここがちょっと出ててね、はい、女の子ってそういう感じじゃない、うん、こうおでこがちょっと丸くなってる、なんか富士美体って言われたことあるけど、どうなんだろう、だからね、うん、女性がよくなる丸いおでこ作りたい、うん、あ、なるほど、こんなね、いらないところね、うん、いつも私の中でいらないとこって言ってるから、キーちゃんの中でもいらないとこにしているから、そういらない、いるかいらないか知らないけど、いらない、じゃあ耳の裏も入れる、うん、耳の裏をに入れるとなんかこっからさ、くっきり入ったように見えないから、うん、脇から人が見た時に、うん、あの人ここ真っ黒ってならないです、うん、こういう感じのね、アングルブラシで、アングルブラシ、鼻の下、おお、みんな入れてあげるとここがちょっと短くなるのね、年取ってくるとね、ここ伸びるのよ、あーって、なんか下がってくるってね、そうそうそう、下がってきたらさ、余計にさ、おばあちゃんとかみたいにこういう感じやごまかしというかできるのはすごいね、ごまかしてかな、一緒にここにね、彫りを作ってくる、お、そう、真剣に見ちゃう、私も口数少なくなっちゃうね、喋りながらって難しいよね、難しい、うん、特に人の顔だからさおお、なんかもう顔が違う鼻です鼻が巨匠っていうかね、これジュディドール、ジュディドールどうですか、あ、ね、うん、あのパレット自体のやつ、シェーディングのやつは使いやすいと思う、うん、けど私はシェーディング他のもいっぱい持ってるから、こっちのこの粉のとこだけ、あ、白い粉のところだけをね、うん、使って鼻
のところ、うん、この脇、うんうん、ちょっと白くしてあげると、ほうれい線があまり目立たなくなる気がするからね。ここに入れるとちょっとクマも目立たなくなる。あんまないけどね。いやいや、口角ちょっとくすんだりしてる方はこうやって入れてあげると、上に向かってね、うん、全部上に向かってね、上がれって感じで、そうそうそう、上がれ、懐かしいでしょ。ザ・バブ、そう、日本にあったんだよね、昔ね。あった、撤退しちゃった。そう、しちゃった結構前に。あのアイハーブにも前なかったっけ。あったかも、うん、私全然違うとこで買っちゃってたからあれだけど、おこのビューティーベイって安いところだけど、私は割とお顔の上の方につけてきます。これがキーちゃんに似合う顔がわからない、私の顔を作ってるから。あ、最初動かすね、結局ね。ね、耳たぶにね、ちょっと入れてあげるとね、うん、あのちょっとね、可愛らしさが増してね、うん、男受けがいい。メイクで変われるから、女性は。そうそうそう、ね、楽しいから。楽しい。じゃあ次、これはレブロン。あ、でかい。そんなでかいのあるんだ、レブロン。あるの。紫のパウダーなら何でもいいんで、ここにさ、入れた、うん、影をね、ちょっとね、これで目つぶっててね、はい、ぼかします。チークも一緒に、うん、なんかよく海外の人ってみんなが、うん、ベーキングってやって、あ、今日するよ。おお、あれ私なんかいまいちわからなくて、なぜするかっていうか、どこまで粉をのせるとか。あ、もうね、自分ね、崩れちゃうところまで、うん、それを体験できるんだ今日。やった。ベーキングはね、うん、あの本当はねルースパウダーがいいんですけど、はい、今日は崩れたくないので、はい、私はピジョンのベビーパウダー使うんで、今日は固形を持ってきた。おで、ちょっとベーキングしていきます。あのベーキングのをするとここがいいとか、なんかあったら教えてください。お化粧が夏でも崩れないのと、下にこうベーキング、目の下にね、ベーキングしとくと、アイシャドウ、ここね、ここにしとくと、アイシャドウが下に落ちても、あの粉と一緒に払えちゃう。なんか海外メイクの方が結構してるイメージが、あの元々さ、ドラッグクイーンの人がやってたからね。あ、だからか。そうそうそう、眉毛ね、私ちょっと描きにくかったら申し訳ないね。人の眉毛描くのって緊張するね。ねえ、むずいよね。私も自分の眉毛描くのがとっても大変で、ね、スイーツスイーツでね、うん、難しいよね、眉毛ってね。一回もさ、綺麗にさ、左右対称になったことなの？あ、ないない。あ、でもね、あのならないらしいよ。やっぱり噛み癖とかでどっちかが口角とか上がってたりとか、毛がね、うん、生えてるのがね違うしね。そうだから、そこで愛さんもちょっと苦労してた。プロでさえそうだから、多分難しいと思う、眉毛って。こんな感じ。あ、結構良くない？今ね、眉毛をね、うん、あのこのコンシーラーのね、うん、ペンシル、はいはい、で形を取るのに塗って、うん、すごい綺麗な眉毛。私の眉をこんな綺麗にできるんだ。やっぱりそう、整えるのが大事。うん。おお、あ、すごい。多少ごまかしが効く。こっちが太くなったなとか、コンシーラーでね、なるほどね、消せるから。メイクっていろんな人を見て盗むの大事だね。大事だ ね。自分もメイク動画上げてからそう思った。なんか思った思った。じゃあ、うん、私はアイシャドウで眉毛を。これはモーフィーっていうところのアイシャドウです。今日はキーちゃんにこれでお化粧しようと思って、おここちょっと混ぜて眉毛描いとくの。はい、うん、で一回これキャンメイク、キャンメイクの眉毛描くやつで眉頭描くの。キーちゃん眉頭細いからさ。そうなんだよね、抜きすぎたね。ここ抜くってある？うん、なんか全体的に下抜きたりするけどさ、眉頭さ、うん、なんか抜いちゃってたんじゃない、無意識に。あの安室ちゃんブームの時細眉だったから。ああ、それでね。そう、私たちがっつり安室ちゃん世代なんで。マゲしっかり履いたよ。おお、すごい。怖いでしょ。いやいやいや、こんぐらいあった方がね。ちょっと、うん、眉マスカラ使ってちょっと眉毛の色を変えましょう。やっぱりね、位置とか向きとかあるよね。ねえ、メイクアップアーティストさんってすごいね、そう考えると。ねえ、でも大体やっぱ顔こっち向いてくださいって言うよね。やっぱりそうしないと無理か。無理で、アイメイクに行きますか。現在です、現在です。眉毛ができました、うん、鼻のいいね、鼻って感じ。鼻生えた。
あの丸っぱなが入ってきた。ちょっと人の顔だからさ、あのちゃんと手に取るわ。あ、ありがとうございます。いや、どんな風なメイクになるんだろう。私も知らないよ。でもなんかメイクしてるうちに、うん、こうやってしたかったのにあれこっちになったっていう、なんかあるよね。あるあるある、うん、それはある。あとこの発色ってこの色か、あ、みたいな、塗ったらちょっと違うんですけどみたいな。あ、あるある。うわ、これ一色でもすごいな。これ上見ててね、ねじれてるから。なんか昔、うん、あのデパコスの、うん、マリクワン、あ、マリクワンとね、うん、でしてもらったことがあって、うん、お姉さんすごい化粧の香りがプンプン。あ、はいはいはい。なんかすごい、こんなにお化粧の香りってこんなするんだっていうのを初めて知った。あ、そういうことね。そう、いや、お化粧の香り香料ってこんなするんだって。すごいよね、うん、マリクはすごいなって思った。まだ若い時だったから。じゃあちっちゃいので一番濃いこの締め色買ってくね。はい。日本人の人があまりこういうメイクしないもんね。私も日本人だけど、うん、でもほら海外メイクってやっぱり好きな人はすごい真似してすごい本格的にやる人が多いけど、うん、自分の顔にこうされてるとか、うん、なんか、あ、こうなるんだって発見が面白いけど、普段しないから余計そういうとこが感じて。そうだね、しないね、うん、そう、あのマックの店員さんとか、うん、ボビーの店員さんに、うん、グラムメイクしたいんですけどって言ったら、うん、あのアイシャドウ買ったりするときに、うん、やってくれる人はいるけどね。あ、そうなんだ、うん、私前にボビーブラウンでさ、うん、アイシャドウ買うときにさ、スモーキーっぽいやつだったから、うん、使い方わかんなくてさ、うんうん、そしたらやってくれたよ。強くなりすぎてさ、あれだ、今 YouTube とか TikTok があるからさ、うん、いろんなメイクの人が載せてるからさ、うん、いろいろ勉強になるから、まあ、なんかもっと見ようかなって今日こうやってされると思う。私はもう見るのは死ぬほど好きだからさ、うん、見たくなった。大丈夫大丈夫。ここにあのアイシャドウのベースを塗りますね、うん、もしかしたらさ、うん、キイちゃんだとさ、うん、ね、うん、あの次の彼氏がさ、うん、外国人めっちゃさ、うん、黒人さんみたいなメイクしてるかも、目つぶっててね、はい、グラムメイクしてるかもしれないじゃん。ねえ、まあ付き合い室で変わるのはあるかもね。でしょ、うん、周りの女の人がさ、めっちゃ海外の人ばっかりだったらさ、うん、それは自分のメイク薄っみたいな、影響されるよね。ね、うん、でもたまにはいいんじゃない、いろんなメイクできてさ、たまには違うメイク、うん、私は思うけど ね、 ね、次ここの明るい色チップに取って、うん、涙袋のところ今のデタイプに入れていくね、うん、あのアミビューティー TV さんって、うんうんうん、アミちゃん、ね、そう、アミちゃんもすごいメイク上手じゃないですか。あの子さ、まださ、うん、学生ぐらいの時から見てたかな、可愛かったよね。美容学校だからなんか出てたんでしょ、確か。だってうちの息子と同い年だからさ。あ、そうなんだ。かわいい娘みたいとかもかわいい。で同じ色をまぶたの黒目の上にのせます。これで綺麗なグラデーションができるので、かわいい。今日はちーちゃんはヘロアイズです。よくテレビに出てるオカマちゃんがやってる。あ、こんな感じになってきたよ。うわー、怖いでしょ。すごい、別人。涙袋のライナーで切って笑ってみて、うん、元に戻して。 OK、 ちょっと綿棒で、うん、そうそう、ぼかそうに。でキイちゃんにはビューラーは自分でやっていただきたいんですよ。私もなんかまつげパーマしてるからね、あんまりやんないんだよね、マスカラ。でも今回はがっつりやって、なぜなら、うん、あのメイクが濃いから。久しぶりにマスカラつけたわ。本当、うん、上下ともにしっかりつけちゃってください。こっちは濡れてるね、うん、結局チャチャさんがやってるってね。ちょっとこれからやってみよう、下まつげ、うん、どうですか。こんな感じですね。うわ、すごくない。いつもの私がいないんだけど、全然で下まつげちょっと強調するので、てんてんてんって書いたの。おお、分かった。されてるって全然わかんない、何されてるか。いや、自分の顔でもさ、うん、左右違うからさ、あ、目の開きがね、余計でも人の顔はもっと難しい、ね、難しい。キーちゃんもさ、私もさ、目のさ、あの左右のさ大きさも違うじゃん、うん、毛なので次、うん、キーちゃん結構目頭入ってるからさ、うん、あんまやっても
分かんないと思うね。え、何もしてないんだけどね、もともと。ちょっと上向いてもらっていい？まつげとまつげの間ちょっと埋めてくね。うん、怖い？大丈夫？大丈夫。なんか不思議。不思議？なんか上で書かれてるぞみたいな。ここ入れない？入れない。だからどれだけ私がナチュラルかってことがわかるでしょう。でもね、アイラインとか入れるより、うん、まつげとまつげの間だけ入れた方がナチュラルだよ。基本的には。やらない。やらない。うん、アイライナーもそんな入れないし、私もアイライナーはあんまり入れないけど、うん、キーちゃんももうちょっとずつ、うん、サイド足した方がバランス良さそうな気がするな。で、私とかさ、キーちゃんとさ、まぶたがさ、うん、結構厚めじゃん、うん、重たい人ってさ、うん、両脇ちょっと締めてあげた方がね、うん、ピンクとか使ったりするときにいいんだよね、うん、で、こんな感じになったので、あ、ここのタイミングで払うんだ。うん、なんかこうやってやると一緒に落ちちゃう気がするけど、そんなことないんだ。うん、うん、あのね、一緒に全部ブレンドしてぼかす感じ。へ、うんうん、なんか竹太郎っていう人がいるんだけど、うん、その LGBT 系の男の方で、その人もすごいベーキングパウダーをめっちゃ入れてて、それをなんでそんなにパウダー入れるんですかってコメントが来てたんですけど、でもさ、うん、あのギュテ君とかもさ、うん、ズッチー君とかもさ、あ、やってるよ、ね、めっちゃパウダー入れない。でハイライトを入れましょう、はい、これ、はい、オフラのハイライトね。オフラ、オフラのハイライト、ハイライトはね、オフラはね、ハイライトで有名になった会社。海外ですか？海外、多分公式サイトから買えるんじゃないかな。あとビューティーベイとかで売ってる。おうおう、うん、個人輸入はなんかトラブルでもなんか、ああそうね、なんていうの、あのなんだっけ、あれメルカリとかよりはまだいい感じがする、うん、ペーパル、うん、入れてると、うん、ペーパルがだいたいそこに連絡してくれるから、うんうん、ビコンの一番低い位置に、うん、鼻先入れて、うん、目頭、唇の上ちょっと、ね、キーちゃんキラキラする？でもこれだったらどっちがいいんだろう。しても綺麗っぽいね。そう、うん、じゃあします。これはマーク・ジェイコブス、知ってる名前、うん、ちょっとここキラキラさせてみよう、うん、これそんなにね、すっごいね、うん、あの大粒のラメって感じじゃないから、うんうん、ちょっとツヤ足してる感じ。おお、綺麗。目元がもういつもの私じゃないから。ちょっとくちゃん、ありがとうさん、うん、人の顔ってさ、見てると分かるんだけど、触ると違いが分かるね、うん、違うんだね、やっぱりね。顎ね、なんかしっかりあるもんね。ね、私顎ないじゃん、自分で言うのもなんだけど。なんかフラットな、そう、うん、フラットの頃が引っ込んでるからさ。口紅は使わずにリップペンシルとグロス、ちょっとこれプランパーが入ってるグロス、お、ね、ちょっとラメ入ってる、うん、プランパー入ってるから途中でピリピリしてくると思うけど、あ、してきた、ほんと、うん、今売ってないかな、カラポップで。カラポップ、懐かしい。そうそう、懐かしいでしょ、うんうん、こんな感じだね。はい、キーちゃんのお顔が怖く仕上がったかな。おー、すごい。チーク入れる？入れなくていい？そうか、入れてないか。入れたよ。入れた？入れたよ。入れたけど、うんうん、入れた方がいい。あ、そうか、それ入ってたわ。そうそうそう。そうか、上の方映ってたもんね。おー、いいんじゃないですか。できましたよ。怖いね。おお、二人ちょっと並んで。こんな感じが、こんな感じ。うん、うん、こんな感じ。わかりますか？わかりますか？こうサイドに。うん。あ、結構かける感じ？結構かける。おお。あの、全部の粉っぽさをなくしたいの。おお、なんか、涼しい。はい、ということで、完成しました。完成しました。どうですか、皆さん。怖いですよ。私、自分でも怖いしね、ほら。熱いか、髪の毛しました。なんか横から見るとすごい、あのハイライトがすごい、ここの C ゾーンがすごい綺麗。え、キーちゃんもなってるよ。なってる、自分じゃ、うん、あ、ほ、本当だ。なってた。同じハイライト使ったからだけど、うん、はい、2人のメイクはこんな感じです、はい、どうでしょう皆さん、うん、全然違うキーちゃんになりました、ね、はい、海外メイク、うん、海外風メイクメイクをしてもらいました、はい、皆さんいつもと違う私はどうですか、うん、クラブに行きそうだよね。踊ろうみたいな。
夜遊びメイクだね。本当に本当そうですね、うん、なんかしてもらってやっぱあのいろんなものを使ってんだなっていうのを、うん、私ってすごい単純で、うん、なんか5個とか6個ぐらい使ってないとしたら、チャゼさんは倍はいかないけど多分10個11個とか、うん、なんかいろんなメイねやつが出てきて、好きだからかな、特に目元の辺のメイクがなんかいっぱい使ってるなってイメージがあった。でもあの実際使っての3色だけじゃない？うん、マットパでさ、これは塗ったけど、うん、それは3色、うん、でもなんかされてるって何も分かんなくこうされるがままになってるといろいろ使ってるような、まあ、気がして、うん、あとしっかりこう上げてるじゃん、いつもと違って、うん、なんか両方ともパッチリ、うん、だからそこでも印象違うし、うん、眉毛も結構濃いめ眉毛濃いでしょ、うん、とあとあの鼻をちゃんと作る、鼻は作る、鼻を作る、鼻低いのがコンプレックスだから、うん、鼻は作る、鼻丸い鼻が強調されてまた違うと思うんですけど、だから人にやってもらうとやっぱ自分の顔がこんなだったんだっていうのをよくわかるなって、うん、なんか自分の顔は自分が一番わかるって言うと思うけど、うん、私の場合こんながっつりしないせいか、うん、なんかもう塗っときゃいいやみたいにでもキーちゃんはあの自分でやっといてなんだけど、うん、あのここまでしなくていいと思う。あ、結構怖い風になっちゃう。怖い風でしょ、うん、あの多分キーちゃんのさ服装がさもっとさ攻めてたりとかね、うん、ああしたらいいかも、うん、だけど普通の人だからね。そう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 普通の、 あのそれこそ今日だったらジーパンと T シャツみたいなのが多いんで、ここまですると確かに顔だけ濃くなっちゃって、うん、もしくはあの髪の毛がっつり、うん、あのオールバックにしてみるとか、あ濡らしてね、ガーッとね、ね、そう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 、なるほど、それもいいかも。どっちかちょっと外国人の女の人に近づけた感じ。ああ、そういうのをやるんだったら、全然 OK。OK。あとはチャチャさんみたいな服装とかだったら、うん、私はどうなのかなって感じだけど、なんか女の女性らしい格好が多いじゃないですか。でも、ね、顔はきつい顔になってるけどね、お化粧自体は。でもなんか違和感ないんですよね。みんな見慣れてくれてんだ、きっと見慣れて、うん、見慣れてるのもあるかもだけど、でもそれが全然あの浮いてないというか、うん、別に似合ってないとこもないし、だから自分のそのことをよく分かってるのかなっていうのはあって、うん、メイクはやってみてね。そうだよね、結局だって落とせばいいでしょ。そう、結局練習だよね、うん、そういうのに気づかされますね、はい、だからちょっとたまにこう濃くしたいとか、うん、そういう風になったらこういうの近い、ここまで濃い色じゃなくって同じようなやり方をするのもいいかも、いいかもしれない、うん、ちょっとまた一つ勉強になった今回のメイクでした。チャチャさんありがとうございました。いい、ね、最終的にこんな仕上がりです、はい、そんなキーちゃんが出てました、うん、ウィッグとか被ってもいいかもね。あーかもしれないですね、うん、なんか工夫すればもっと変わるかもしれないし、うん、なんかいろいろやり方あると思うんですけど、うん、ぜひねやってみたい方はねあの今の手順でやってみてほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。このコラボ動画は、これは私の方のチャンネルで上がって、チャチャさんの方も2本上げる予定で、私ももう1本撮る予定なので、続けて上がるかそうですね、わかんないけど、うん、お互いの動画を個人の入れながらこう挟んでやっていくかもしれないし、どういう風に上がるかとか、まだ初回いつ上がるかとか、この時点では未定なんですけど、上がっていきますので、皆さんお楽しみにしていってほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ちゃちゃさんでした。バイバーイ。